黒い煙が立ち上ります。ひどい悪臭が部屋の中に充満する。そしてゴミ箱からそれは出てきますね。最悪やな。それは犬に似た形の角張った鋭角で構成された化け物であった。ティンダロスの混血種です。大丈夫、混血種です。ティンダロスの混血種を見た探索者は3チェック、 1D2OR1D5+1、 3チェック、半地60なんだよな。75。俺が犬ごときにビビると。あ、ニューヨークで見たことある14で成功じゃん。14で成功ですお前それでも1D にいるからな75で、35で成功です。はい、私ロンドンで見た俺それゴーストバスターしたよあ、どこで見ればいいんだお前無理そうやろ失敗だ。40。あ、あいつ昨日家で見た見てるじゃん失敗じゃないじゃん1D2 1D2 と 1D5 プラス1。いいけど俺は最大値が出たら両方発射するぞ。これでいい。10名の半分。お荷物すぎる。違うんだ、お荷物すぎる。100万が全て100万が悪い。2です。はい、1。はい。じゃあ2。なんでじゃあ2減らしてくださいね。痛いけどな。はい。そうですね。犬が、ティンダロスの混血種が出てきます。鳴き声知らないけど、ガオーぐらいですかね。かわいい。バンバンかガオーか知らないけど。弱そう。ガオーって出てきますね。うん、で、そうすると青空見えないか。なんだ、このモンスター。友達こんな友達がいるわけないだろ。人間ですらないんだぞ。なんだこれは。友達を作ったのか。俺以外のやつと。違う、これはあれだ。俺以外のやつと。時間漂流をすると、なんか。時間の番人ってやつが来るらしい。時の番人。そしてこれは殺されてしまうんだ。ごめんなさい、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 ごめんなさい。僕らがビーカーを持ってるから。失敗してるね。これ失敗した。君ら親友だろ。僕のために一緒にあいつを退治してくれないか。退治ってどうやって？もちろん。僕はこんな時のために会社から退職してきたものがあるんだ。これを見てくれ。怪物ライフ。これを見てくれ、日本刀。これを見てくれ、ダイナマイトだって言って懐が出しますね。来たか。マジか。で、その渡す先をこの6面ダイスで決めますね。俺何の仕事してんだ一体。どこにあったんやね、怪物ライフ。一体何の仕事してんだ。会社から配属してきたんだ。なんだそれ。銃刀法違反だぞ。今はそんなことを喋ってる時間じゃない。戦うぞ。と言って振ります。1、2は白目。同じ職場か。1、2は白目。3、4はあけぼの。5、6は暁。じゃあまず日本刀から。はい。あけぼの日本刀。ナイフで代用できんの。あけぼの日本刀。ほら、日本刀握ってみたいって言ってたろ。どうだ、かっこいいだろ。これが。って構えてはい、はい、じゃあ次13が明け、13が暁、46が東雲ダイナマイト。じゃあ東雲ダイナマイト。お前は爆発シーンが好きだったよなほらダイナマイトだって渡しますねお前家ごと吹っ飛ぶぞ家ごとするの何考えてやがるあーいいですね、それはアイディアで振らせようと思ったんだけど、うん、この部屋のスペースでダイナマイトを爆発すると思って考えろ、ダイナマイトを爆発したらそのマンションは全て壊れる相当運が良くない限り自分らも被害で巻き添えに食うんじゃないかって思いますね。いや、死ぬ俺らはここはダイナマイトを投げて逃げるのを選択するのが一番いいけど他の住民を巻き添えに食うじゃあ最後にゴミ暁に怪物ライフルをほら、スナイパーだよ。メイドって言ったらスナイパーだろ。こんなもの外したら人死ぬぞ、ワンちゃん来るぞ、犬がガオー戦闘です。弱そうそのメイドデックスは大丈夫、それブラックラグーンから出てきてないじゃあデックスはそうですね、8かな、言ってくれる。デックスは16、13、10。はい、じゃあ16のダイナマイトしのものからダイナマイトしのもの、ダイナマイトしのものは、うん、じゃあまあ退治したことがあるので、
あ、チスチスみたいな感じでよって言って、うん、あ、これお供え物ですって言ってダイナマイトをスッて捧げる。ダイナマイトの説明入ります。はい、一ターンで着火します、うん、2ターン目で投擲の数値を使って投げます、うん、それは着火せずにダイナマイトを置くということでいいですか。捧げるんだ。どうぞ、つまらないものですがみたいな。はい、じゃあ捧げに行きましたと。捧げに行きます。はい、置いてない、手渡しよ。じゃあ手渡しね、捧げに行きましたと。じゃあ次に、あけぼの、キングあけぼの。ちょっと待って、今、日本刀は一体何で触れるのか分かってる。日本刀は日本刀 15% です。 15%? 15% 絶対成功するよ。ダメージ値は 1D8 プラス、そう、1D8 プラス日本刀振る。伝わらないから。伝わらない、伝わらないから。このめっちゃ綺麗な構えは日本刀 15%。 緑は2度1本しかないから。ポケに何か入ってないけど、ベッドナイフ入ってないけど、持ち物に書いてきゃ。じゃあナイフも持つの。持つぞ。じゃあそうですね、2本持ってるってことで両方とも技能値は3分の1で 5% 出せばいいってこと。まあ確かにそれで2本刀の 5% を成功して、クリティカルだからな。ナイフいくつ。3÷3 22出せば両方成功でいい。任せろ、はい、じゃあそれでいくぜ。